ゾウギンザメは南骨魚公前頭アズナの魚である。サメやエイは南骨魚ズナのもう一つの分類であるバンサイアズナに属する。マオリ族の言葉ではマコレペという。タスマニア島を含むオーストラリア南岸、ニュージーランドのイーストケープやカイパラワンナ南ン部島の水深零から200メートルの海域で見られる。色は光沢のある暗い銀色で、側面に様々な模様がある。 成熟したオスは5 0ンチメートルメスは7 0トルで、最大のものは1 5 0トルになる。離れた位置にある2つの三角形の背びれを備えた、滑らかで魚雷型の長く伸びた体を持つ。クワ型の尾工部で海底の無脊椎動物や小魚を探す。春から秋には、生魚は沿岸から川口や湾に移動し、メスは、 砂地や泥の中に卵を産む。卵は大きな黄色の卵嚢に包まれている。数ヶ月後には海水が流れ込めるよう卵嚢に部分的に穴が開き、6から8ヶ月後には体長約1 2センチメートルの幼魚が飛び出してくる。水温により深までの時間が変わり、摂氏10度では400日、摂氏15度では180日、摂氏20度で135日の記録が、 確認されている。最大の寿命は15年と推測されている。人間同様、色の近くのために3つの衰退細胞を持つ。背びれには非常に鋭いゲがある。このゲには毒があると言われることがあるが、これまで深刻な怪我は報告されていない。ニュージーランド、オーストラリアでは浅い沿岸に移動してくる、特に春から夏にかけて商業利用されている。 オーストラリアでは特にバス海峡やタスマニア島南東部で星ザメを狙った刺し網漁で漁獲されているが市場での価格が低いためそのまま捨てられることもある。またウェスタンポート、ビクトリア州、タスマニア島の沿岸ではレクリエーションとしての釣りの対象にもなる。白く新鮮なフィレはニュージーランドのレストランでフィッシュチップスに用いられオーストラリアではフレーク。 またはホワイトフィッシュとして販売される。2014年1月、ネイチャー氏は、ゾウギンザメのゲノム解析結果により、軟骨を骨に変える過程を制御する遺伝子ファミリーが欠如しており、遺伝子重複が、個室の脊椎動物への繊維を引き起こしたことを示唆する研究結果を報告した。ゾウギンザメは、その比較的小さなゲノムサイズから、軟骨魚類のゲノムモデルとして提唱されている。 ゲノムは910メガバイト長と推定され、軟骨魚砂では最小で3000メガバイトの人ゲノムと比べて約3分の1である。軟骨魚砂は現存する最古の顎工場綱のグループであり、ゾウギンザメのゲノムは約4億5000万年前に共通の祖先を持つ人を含む脊椎動物ゲノムの起源や進化を研究する上での有益な参照ゲノムとなり得る。 シンガポールやオーストラリアなど海外の水族館で飼育がなされている。日本国内では2016年に沼津港深海水族館で卵の展示を行った例がある。生態は東京都豊島区のサンシャイン水族館がメス4個体を輸入し2019年3月15日から日本初の飼育展示がなされた。同館では オスの個体の導入と国内での繁殖を目指しており、2020年に国内初となる産卵、孵化、繁殖に成功した。また、同館では5月には産卵が確認され、卵も同様に展示を行っている。同年4月に大阪市の海遊館もメスを2個体を輸入し、飼育展示に成功した。同館でもサンシャイン水族館と同様に産卵を確認。 調査の結果受精卵であることが分かった。こちらも展示を行っている。ありがとうございます。